タウバー国線は、バーデンビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区、クライルスハイムとベルトハイムを結ぶ、単線及び非電化の鉄道路線である。この路線は、バイカースハイムまでボーバッハとブラウバッハを沿って、以後はタウバー側と共にベルトハイムに至る。時刻表の番号は782である。この路線の地質調査は1858年、完了した後、 1864年測量作業が始まった。1866年10月にラウダ・ベルトハイム間の工事が始まり、1868年8月、メルゲントハイム・クライルスハイム区間の建設が開始された。当時に建設費用は約1600万グルデンだった。1867年、ラウダ・ホッホハウゼン間が最初に開通され、 翌年ベルトハイムまで延長された。1869年10月23日、ビュルテンベルク王国では、メルゲントハイム・クライルスハイム間が、そしてバーデン大公国では、ラウダ・メルゲントハイム間が各国で開通され、ベルトハイムからクライルスハイムまで汽車で移動するのが、可能になった。バート・メルゲントハイムはこの路線には、温泉街として、重要な街であり。 1939年の夏からベルリン、バート・メルゲントハイム間列車が運行されるほどだった。第二次世界大戦の中にはタウバー国船は異例的に連合軍の被害を受けなかった。1950年代から2005年まではフランクフルトウルム間の急行列車がこの路線を経て運行された。2005年からこの経営通りはアシャフェンブルク・クライルスハイム間の 快速列車系2に縮小されている。2003年6月11日シュロツベルク駅の付近で2つの快速列車の衝突事故が起こって、6人の死亡者と25人の負傷者が発生した。同じ年から全体的な施設改築が行われ、約1500万ユーロが投資された。2006年からこの路線は、鉄道インフラ企業の西フランケン鉄道に統合されている。 タウバー国線は廃線の脅威にさらされたが、廃線は今まで実現されていない。地域輸送として西フランケン鉄道の列車が運行されている。クライルスハイムシュロツベルク間はシュベービッシュハル群内交通の区域に属し、ニーガーシュテッテン、バルトハイム間はラインネッカー運輸連合の管轄下にある。k v s h の料金システムクレースバーキール、 シュベビッシュホールの資料 VRN の普通及び快速列車路線図ビアケアスバーバンドラインネッカーの資料ありがとうございます。